最新事例が示すランサムウェア被害企業の傾向、対策しても感染する理由、感染経路や攻撃手口を解説し、最適なエンドポイント防御術を伝授。アクロニスジャパン株式会社エンタープライズアカウントマネージャーの榎本さんです。本日はよろしくお願いいたします。アクロニスジャパンの榎本と申します。よろしくお願いいたします。こちら左側のイメージですね。実際のランサムウェアの例でございます。ある日出社をされて PC の電源を起動するといきなりこういったものが出てくると非常に驚かれるのではないかと思うんですけども、 CTV ロッカーですね。 CTV ロッカーというランサムウェアによってあなたの PC が暗号化されましたというように書かれています。でこの黄色いところですね、英語のところ何って書かれているかと言いますと、96時間以内に支払いをしてくださいと。それを行わない場合はあなたのファイルは永久に暗号化されて誰も復元することができなくなります。非常に怖いことが書かれています。いかがでしょう。こういった画面がいきなりですね、出社してすぐに出てきますとほとんどの方がパニックになってしまうのではないでしょうか。ランサムウェアなんですけれども、定義としてはですね、こちら画面右側に記載がございます。システムをロックしたり暗号化するなどしてですね、それを解除するためにはハッカー側が要求する身代金を支払う必要があると。ランサムというのはですね、身代金という意味でございます。このランサムを要求するマルウェアということで、ランサムウェアというふうに呼ばれております。少し小さいんですけれども、濃い青色が RDP ですね、薄い青が E メールフィッシング、オレンジがソフトウェアの脆弱性をついたもの、そして最後にアザーといった形になっております。この企業規模が大きくなってきますと徐々にその比率が減っていってますね。そしてこちらですね、2万5000から5万人規模になりますと、E メールフィッシングがほとんどというところになっております。さらにですね、人数が増えて10万人以上という非常に大きな規模になってきますと、ほぼ E メールフィッシングというものは、見当たらないという状況ですね。おそらく完全に対策ができている状況にあるのかなというところが見て取れます。侵入経路としてはこのような傾向があるといったところで、ございます。さて、このランサムウェア対策ということで、どのような対策があるのでしょうかということですね。一般的に対策されるのが、バックアップシステムの構築ですね。そして次世代型のエンドポイントの対策が必要になっております。こういったサービスやツールを提供しているこの右側のですね、ロゴのベンダーさんは、皆様もご存知かと思います。一方で、次世代型エンドポイントって何というところなんですけれども、非常にその攻撃が巧妙化しておりますので、この従来型のエンドポイントではランサムウェアを防げないといったケースが出てきております。マルウェア特有の動作を手がかりにマルウェアを検知するということで、特有の動作、これは振る舞い検知と言ってますけれども、こういったパターンの動作は怪しいぞということで、アラートを出したりブロックをするものでございます。未知の脅威に対してはこちらの次世代型のエンドポイントというものが、有効というふうに言われておりまして、私どもアクロニスではですね、こちらの両方の機能を取り揃えております。アクロニスはどのようなアプローチを取っているのかというところなんですが、幅広いカバレッジの機能を統一管理ということで、いろいろなですね、機能をアクロニス一つで、統一した形でですね、運用いただくことができるということでございます。どういうことかと言いますと、一般的にはですね、こちら画面の左側にありますけれども、例えばエンドポイントセキュリティでしたら、S 社が、例えばエンドポイントプロテクションなんていうですね、製品ですとかサービスを提供していたり、仮にM 社という会社が、エンドポイントセキュリティっていうものを出していたり、E メールセキュリティでも、それぞれのですね、ベンダーさんが、そういった製品サービスを提供しているんではないかと思うんですけども、おそらく、こういったものを組み合わせて皆様運用されていらっしゃるのかなというふうに思います。それに対してアクロニスは向かって右側なんですけれども、いろいろなですね、機能がアクロニスのサイバープロテクトでカバーすることができます。アクロニスですかね、例えば S 社ですとか M 社というように、各社同じようなことができてしまうという、表になっております。いろいろな機能がございますね。リアルタイム保護ですとか、エクスプロイ
イド防止、メルウェア攻撃に対する保護、自己防衛ですとか、リカバリーですとか、まあ、その中でですね、黄色いところ、一つ特徴的なところがございます。ランサムウェア攻撃の自動ファイル修復ということで、アクロニスのサイバープロテクトでは、ランサムウェア攻撃を受けて、もしファイルがなくなってしまってもですね、自動ファイル修復機能という、まあ、他社様にはないユニークな機能でファイルを修復することができます。また、向かって右のグラフですけれども、こちらアンチウイルスの比較とありますけれども、このグラフはですね、サードパーティーの AV テストの結果でして、マルウェアのプロテクションレートですとか、まあ、誤検知の数ですとか、まあ、他社さんに比べても特に遜色ない結果が出ていますということで、本当にそのアクロニスもですね、製品サービスもセキュリティの部分で、まあ、安心してお使いいただけるというものでございます。統合された複数の防御レイヤーということで、このアクロニスのセキュリティ機能は多層防御という形で開発されております。上からですね、脆弱性評価とパッチ管理からフィルタリング、エクスプロイト、マルウェア対策、データ保護、キャン機能ですね、自己防衛、バックアップからの復元、DR というふうに続いておりますけれども、この多層防御というこのやり方といいますか、イメージしていただきたいのは、例えば攻撃を受けますと、この層の上からですね、防御していくんですけども、もしそれがダメだったら、この下の防御圧がダメだったら次という形で防御するといった仕組みでございます。中でもアクロニスのですね、強みとするところは、バックアップからの復元ということで、ございまして、上のすべての層が仮にですね突破されてしまった場合でもですね、まあ、バックアップを取っていただければ復元をかけることができてしまうとできるという点でございます。さらにですね、サーバーの場合ですけれども、まあ、DR のご契約をいただいていれば、まあ、そのままフェールオーバーをして業務を継続することができるというところがですね、アクロニスの強みでございます。私のご説明の方、これにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。